はいどうも T.T です。開拓サバイバル島デラックスやっていこうかなと思います。で今回はこの鬼ヶ島を広くしようかなっていうところからやろうかなと思ったんだけども、気づいたんだけどここレベル19必要なんだね。いやレベル19必要なのか知らないけど、レベル19ってめちゃめちゃ高くない？無理なんだけどあこっち12じゃん、こっち行けそうでこっち行こうかなと思ってるんだけど、あのねこの前道場建ってたでしょ、で空き家になってんだよねずっとね、道場がここをね。で多分仲間を引退させたら、ここは師匠に昇格した仲間の一覧です。空きスロットを選択すると秘密の呪文を入力できますが、一体何のことでしょう。 A で秘密の呪文の入力は？どういうこと？なんかその仲間のこの例えばペッタローとは14レベル、引退させたらこのレベルまでなんか修行してくれるっぽいんだよね。だからやってみようかなと思って、ワーニーいいじゃん、ワーニーを、あれ引退ってどうさせんだろう、別れるか、別れる、ちょっと怖いからどうでもいいやつどうしようかな、なんか星一つの、あネッコロいらん、ネッコロ別れてみよう、師匠になるかな。別れる獣を師匠にするという手段もありますよ。師匠になれば探検や収穫には参加できませんが、更新の指導にあたる心強い味方になりますよ。ああなるほどね、ここでいけるんだ。ってことでちょっと待って、じゃあワーニーを師匠にしたいと思います。師匠へ、ワーニーは師匠として生きていくことになりました。今後の活躍に期待しましょう。おや、改築した施設が元に戻ってしまいました。周囲の施設を壊して条件を外れると起こるようです。また建て直せば元に戻りますよ。なんか壊した、俺別に壊してないけど。ワーニー師匠になったの？師匠、ワーニーいるね。よしここで師匠にする。道場にワーニーを設定しました。相性あんま良くねえなでもこいつら最近仲間にしたやつだから、ちょっとレベル上がってくれると助かるなと思ってやってみようと思います。じゃあその間にこっち側行こうか。名水の産地行くぞ。12は全然いけるな、余裕だな。広げてこう広げてこう。その間にお金も貯まってほしいね。食料はめちゃめちゃあるんだけど、木も結構建物建てたりとかしたらなくなっちゃったね。ここにね灯台建てたんだよね、灯台。観光でゴールドを得る建物ということで、観光地、ここを観光の島としてるわけだから、ここで金稼ぎたいなと思って観光系は全部こっち側に持ってこようと思ってます。でここはねなんか初めに作ってた島だから、もうなんかごっちゃごちゃでも病院とかもあるから回復量を上昇してもらって、でここも最近のやつらはね増えてきたからなんとかしていきたいよ。うわ一角ゴリラ、強いんだよな。いや強っ、ペッタローが一撃で死ぬんだけど、やばい。これちょっとダメだったら砂漠行くしかないな、一旦レベル上げかてらね。いやペッタローが弱いのか結構やれてんな。メカが強い、メカがいいぞ、メカ頑張れ、相性いいなメカ。うわやべえ、一人で勝てるだろメカ。いや属性の相性ってマジ大切だな。ちょっとでも仲間入れ替えとこうか。いやー結構きつい戦いになってきたな、メインのやつらがどんどんやられてしまった。なんとかこれは耐えてもらいたい。頑張ってくれよ、頑張ってくれよ。メカがやっぱメカの HP あるのってすげえ助かるよね。宝箱をかけるに、うわコブラ、いやもういあでもこいつはもうねメカがいれば勝てるってこと分かったからねさあ倒しました、やばいぞ、もう2人しか残ってない。倒せるか、多分頼む、属性の相性
属性の相性が重要。一角ゴリラと同じ感じになってくれんかな。普通にダメージ食らったらもう勝てないな多分。なんだコンブラン、え星3じゃんこいつ。星もう瀕死です。やられちゃいました。いや強い。よし、いたたた、やられてしまいました。あーくそー。ちょっとじゃあ回復を待って一旦諦めて砂漠島行こうかな。レベル12でいけねえか。くそー、装備が悪いのかな。ちょっと考えますね。はい、回復したんでどうしようかな。ちょっと一旦こっち見てみようか。あー見るとかできねえんだ。行くしかねえのか。まあ行っちゃおう。じゃあ行ったり来たり申し訳ないね。なんかやることがずれちゃってるけど、ただレベルが足りないから仕方ない。さあ帰ってきたぜ砂漠島。なんぼだ、14 15。こっち側の方が高えのかよレベル。でもせっかく来たから行くか、こっち側から行くか。熱風の大地、うわきついかな。現在は名声の産地に宝箱を残してきてます。行き先を変えると宝箱2個が失われます。宝箱欲しいな。じゃあ戻るわ。うん戻って、向こうレベル12だから向こうの方が確率高いと思うんだ。だからちゃんとこっち側を行ってから行こう。うん続きから再開。あそうか、もう続きからだからボスからできるのか。よし行こう。それもね助かるよね。ってことはもうボスからだったらさすがに勝てるんじゃねえか。途中の敵いねえからな。広げたいな早く、こっち側も。よし、あランクってランダムなんだね。星さんいない、今回一回やられたからかな。星さんのやつやってられんっつっていなくなっちゃったんかな。はい調理しました。青鳥がやられちゃったけど、メカがいいね。メカが経験値も結構くれる。いいぞいいぞ、ガンガンレベル上がってく。いや星さんそろそろマジで欲しいな。でここが広がると、さあ探検終了。あー完全制覇にはならないかさ、やっぱり制覇になっちゃってるね。まあ大丈夫、そこのこだわりはないよ俺。観光の充実、観光の充実、なんだそれ。さあ広がれ、結構広いぞこのエリア。水いらんよ、水のエリアいらんよ。建物建てれるところで、おわいい。安全を確保して新しい土地が広がりました。あいいじゃんいいじゃんいいじゃん、ヘリポートあるけど。山がちょっと邪魔だけど、でもこっち側どんどん広げていけそうだね。いい、ん？さらに広げてくる、いいね。なんかあそこの1個穴開いてんの、洞窟かな。ほがらかわん15レベル、15、こっちが19だったよね。ロングビーチ早々に出てきた割には19なのかよ。ちょっと待って、一旦回復して、うんこいつら回復して行っちゃおうか。ここも行っちゃおう行っちゃおう。15ならギリ行けないこともないはず、最悪2回やれば。こいつらレベル上がったりしてんのかな。ゴリラ、あゴリラレベル4になってる。あコブロスも5になってる。23 13 19 12、コブロス強いな。入れ替えてもいいかもな、ビリモンとか。ビリモン入れ替えようか。コブロスの方がいいのかな。毒キノコ料理デトックス、トグロの中に漫画を隠している。漫画好きなんだな。ゴリラは
額に人参がついてる一角の一角って人参だったんだな。面白いな。他は鉄砲うなぎ、よく穴子と間違われて怒るメタボリン、ダイエットの知識だけは詳しい、ダイエットはやれないんだ。ドーナツ、甘い言葉で誘惑してくる。カブジロ、先祖は立派な森に住んでいた。先祖は立派な森か。うーん、シャオ、DHA が満載の海のミルク牡蠣みたいなこと言われてるな。メタボク、星になったカイロくんにも出演。星になったカイロくんっていうのがあるのかな、よくわかんないけど。ネッコロン、雑草魂を持つモンスター。カニータ、どっからどう見てもカニかわいそうじゃない、カニータの扱い。木造、目がくらむのでグラサンでカバー。ビリモン、下敷きからよく発生する。静電気的なやつかこいつペッタロ、かわいいカルガモのようなアヒル。やっぱアヒルなんだな、ペッタロは。メカ、ゼンマイ仕掛けの超合金。青鳥、視力が両目とも 1.2 ある。なんかすごそうに言われて別にすごくはないよな。コブロス、あーこれ一緒だね。あーで、ゴリラ電流流しか。いやどっちでもいいな、コブロスとゴリラ。属性雷か。属性結構あった方がいいような気もするんだよな。うん、ちょっと様子見よう。もうちょっとレベル上がるはずだからここでね。え、どうぞ、少々、何してんの。船着き場、困ってるね。クールマ島住民、何困ってんだろう。回復した、仲間、戦闘メンバー。あー、まだだまだだ。よし、その間に研究見てみよう。あ、観光の充実あったね。リゾートといえばプール、早速研究しましょう。いいね。あ、高っ。あ、じゃあ 3% ぐらいにしようか。頼むぞ、うちの天才チンパンジー君。お金も早く貯めてほしいな。投資も全然できてないんだよな、あれからお金が貯まらなくて。観光もうちょっと頑張らなきゃダメかな。頑張るったって、うん、あ、船待ちしてんのね、お前らね。はい、回復したんで行こうと思います。行けるかな、15ほがらかばん。ボスもいるしな、危ないけど行ってみよう。じっとしてても始まらんぞ、お前ら。しっかり稼いでこい、働いてこい。土地を広げるんだ、侵略だ。どんどん襲ってけ一人ずつバラバラで行くの大丈夫か。さあ進んでいってみましょう。どんなボス、まあ、ボスはメカのやつだろうね。さあメカチンパン、また来たか。邪魔するやつは排除メカ。うん、前も戦ったね。で、青鳥死にました途中で弱いんだわあいつら。落雷いいじゃん。足りてません、足りません。電流流し、じゃあ絶対チンパンなんて雷効くだろう。頼むぞロボット対決。よし、氷投げてみよう。効くだろこれは、効きにくいそうか、前もこれやったな、この下り。ごめんなさい。よしほんとメカがね、相性いい時のね強さがめちゃめちゃいい。体力あるからほんと一人で勝っていける。あのメカは私が昔ここに来る前に作ったことある気が。お前が作ったんかい、チンパン。天才は困るね。でも正直記憶喪失なので昔のことは分かりませんそうなん何か遠い惑星の出来事のような気がしています。あー、なんか別のゲームで作ってんのかな。急にどうした、チンパンくん、そんなこと言ってきて。いや来れたね、だけどなんとか完全制覇。いやもうメカしか生きてないけどね、最終的には。うまい餌、あれかな、仲間になりやすさがいいのかな。さあ広がるか。さあどうなる、ほがらかワン。ワンっていうぐらいだから。でも水、誰か寝てる、誰か寝てる、誰か寝てる
助かった。高島田博。今後は私の知識をフル活用して鬼ヶ島の発展に協力できればと思います。救出しました。じゃああいつの家を作ってあげれってことか。いやマジでここつなげてほしいね。遠いのよ。お、あ、洞窟ね。洞窟ができるのね。洞窟は別に広がらんからな。海の洞窟レベル25、これは後々だな。あ、え、そこ海の上だよ。うわ強そう。なんか見たことあるな、あのクマも。ここ27か。これも後だな。じゃあ家作ってあげようか。こいつがどういう仕事をしてくれるかわかんないんだよな。観光向けなのか、まあ観光地のとこにちょっと作っといてみるか。よし、回復したんで行きましょう。砂漠島こっち行きましょう。さあ行ってこい。さあ着きました。行きましょう。14だね。これはいけそうな気がする。よし行こう。頼むぞ。ガンガン攻めていきたい。2個連続できたよな。いけねえだろうな強えんだよな敵が。絶対死んじゃうんだよな。レベル上げてした方がいいのかなこのゲーム。やっぱりうわなんかすげえ強い。何あいつ、侍、石のでかい侍みたいな、コンボを持ってるオーガみたいな一緒に食べようぜ、一緒に飯食おうぜここでどういう気持ちで見てんだろうなマジで。目の前で飯食い出したら。岩魔人 A 強いかな。ランク2か。うわ岩右衛門がランク3。いき、なんだろうな、生物さっき戦った岩右衛門とかはランク2だったんだよな。なんかそういうのあるのかもね、そのランダムで敵の能力的にも。おお94はいいぞ。強っ強っ。死んでくれ頼む。うわ強っ。よし死ね。おい、これでもう余裕だろう。いいね、アホ踊り頑張れ。よしギリギリ。こういう時って多分入れ替えた方が経験値もらえていいんだろうね。でも入れ替えたら一旦向こうのターンになっちゃうのが嫌なんだよな。さあ探検終了。さあマヒナオリン、ドリンク 100Z、 辛い餌、太陽の知識、太陽の知識、太陽作れんのさあ熱風の大地どうなる、どんなところ。まあ普通だな。じゃあ帰って回復してまた一旦戻ってきますね。さあ行きましょう。こいつ、ここのボスみたいなやつね、倒しに行こう。灼熱の、灼熱の丘でいいんだよね。よし行こう。さあ頼むぞ、うちのベストメンバーたちよ。だけどな、もうそろそろゴリラとかコブラのパターンもちょっとマジ検討してもいいかもな。なんだレベル15。ああ、あれか、なんかこのレベル15のやつをまあ今行けば多分出ると思うんだけど。食料消費して灼熱の丘を成長しますか。敵が強くなるらしいんだよね。わざわざそんなことするわけないよねまだクリアもしてないのになんで成長させて敵強くしなきゃいけないのか。なんか自分の村ってか島のところでは洞窟一回これやって成長させてレベル上げることによってこっち側もレベル上がりやすくなるみたいな、それは一回やったけど、わざわざこの未開の地で やらんよね。なんかメリットあんのかなやると。いやあの後ろに隠れてるの何なんだろうな。誰か多分いるよね、捕まってるやつが。さあ出てきましたメカ。なんか豚みたいなやつ捕まってんな。なんだあいつは汗マーク出てるぞ。さあ一緒に行こうぜ。いつもお前ボスの前でお腹すくな。
腹は減っては戦はできぬか。よし行くぞ。もちパリン、もちポリン、へー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 へへ。やっと傷めえたし、この悪そうなロボットを使って宇宙征服頑張るぞ。まさかそのお猿のようなやつはあの時の博士か。え、チンパンジーいるの一緒に。連れてきてないんだけど。こんなところでも邪魔してくれるならばコッパみじんにしてくれるわ。あ、なんか因縁ありそうだね。強いのかな。周りのやつから倒していきたい。回復大丈夫かな。普通にちょっと攻撃していってみようかな。こいつはこれが強いからね。当たれば、当たればとかハマればね。56悪くない。わ、混乱邪魔くせえな。いいぞいいぞ、メカいいぞ。さあこれがハマるかどうか。うん、まあまあだな。あー、これ強いんだよな。うわ、やば、全然勝てません。めちゃめちゃ強いんだけどこいつら。マジか、全然勝てる気しない。はあ、ちょっとどうしようかな。レベル上げようか。あ、お金いつの間にか1000溜まってんな。貿易して装備増やしてもらおうか。うん、これでちょっと道具の仕入れを変えてもらって、いい装備をねくれ、頼むぞ。はい、ちょっと考えたんですけど、まあ、ちょっと動画時間的にどうなってるか分かんないんだけど、ちょっとお金とレベルをちょっと貯めようかなと思ってます。うん、で装備も今投資したことによって増えたんですよ。鉄の爪とか鉄のナイフ、攻撃力42はすごくない。でもこれ星2個使うってことは、これを武器持たせちゃうともう防具装備できないのよね。星2個のスペースしかないと。だからそこら辺がね難しい。うん、どっちにしろだから一旦ちょっとお金と、うわ、これいいね、守備26買っとこう。お金と貯めてちょっと装備も整えながらレベルも上げをちょっと しようかなと思うので、一旦今日のところはこれぐらいにしようと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。